はい、えー、2020年6月9日、えー、こんにちは、えー、連続講座、生物遺伝子、ウイルス、免疫、医療、感染症対策の理解のために第23回を入れたいと思います。で本日は、ヒトゲノム、人遺伝子の2回目ということです。で私は、えー、講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。で市議としての新型コロナウイルス対応関係の発信は、えー、朝倉ミ来ある公式サイトに載せてありますので、 ご覧ください。ただ本日はやはり重要なのでここでも言っときたいと思います。で本日15時付で実は船橋でもまた3例が発生したということがえ分かってきておりますので引き続き警戒をお願いします。それともう一点ですが、あのこれも実は死亡事例が出てしまったので改めて強調しますと、その厚生労働省の5月29日新しい生活様式における熱中症予防対策コードのポイントというものをホームページでぜっ ぜひ検索してお読みくださいでマスクの使用について、えー、このように書いてあります。ただし、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血中、二酸化炭素濃度、体温、体感温度が上昇するなど、身体負担がかかることがあります。したがって、高温や多湿した,かん多湿した環境下でのマスクの使用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、野外で人と十分な距離が確保できる場合にはマスクを外すようにしましょう。 そして、マスクを着用する場合には、強い負荷の削除は運動は避け、喉が渇いていなくても、もうこまめに水分補給を心がけましょうということで、これから夏に行きますので、ぜひご注意ください。それでは本日の内容に入っていきます。まあ、この講座はこういう内容でやっていきますで、えっと。昨日、実はヒトゲノムの話をして、この遺伝子領域の、えー、特にイントロン、エクソンのスプライシングの話をしました。でえっと、昨日の予告では、 えと今日こちらの話をすると言ったんですが、やはりちょっとここら辺はもう少し正確に、ヒトゲノム、ヒトの遺伝子発現についてご説明した上で、こちらに入っていった方がいいと思いますので、あのここら辺の話の続きをいたします。それでは、これがヒトの細胞の遺伝子発現の仕組みなんですね。で、えっと、こ,のこれが細胞だとしてください、細胞。で細胞に対して、 ホルモンなどのさまざまな指令物質がえこう外そう他の細胞から血流に乗ってやってくるんですね。で、そうするとそれが、えっと、細胞表面に張り付いたりしまするとこの、それが刺激となって連続反応をシグナル伝達と言います、シグナリングパスウェイと言っています。で、これ、あのえこ,こ,ここの黒三角が赤三角になるということを活性化をイメージするんですね。 でそうさ活性化した赤三角が次に黒四角を赤四角にするという連続反応が起こりましてで最後この活性化したものが角、えー、の中に移動し調節タンパクというものになりますでこの調節タンパクというピンク玉が張り付いたところとそれからここに えー、基本転写因子というのはもとれは核内にあったものが貼り付くとこのピンク玉と緑玉が貼り付いたところのすぐ下あの下流のところに RNA ポリメラルというのが貼り付くんですね。でここが DNA に自螺旋をほどいてそこの遺伝子のところをコピーしていくと。 敵のイントロのエクソの話をしましたけど、こういう流れになってきます。で今日は、あでこの、えー、っと DNA をコピーして、メッセンジャー連絡、全く体メッセンジャー連絡できてで、そして細胞質に出ていって翻訳という、リボゾーム上でタンパクに翻訳するという流れがあるんですが、実はこの前半の,この、えー、っとコピーされる手前の話を遺伝子の上流と言ってます。 そして、このメッセンジャー RNA からリボゾームで細胞質でタンパクを作る流れを下流と言っていますで。今日はこの上流のことについて少し詳しく述べていきたいと思います。それでは、えっと、まず、ここの、えっと、なんか黒、えっと、黒三角が赤三角になって活性化すると。でそうすると、それが次、黒四角を赤四角にして活性化して、活性化した物質がここの 遺伝子にスイッチオンさせる物質に最後なってくるという話をして、この活性化の話をしましたで。その活性化の時のキーワードが、リン酸化、タンパク質リン酸化ということで、ちょっとそれを説明しておきたいと思います。でタンパク質というのはアミノ酸の並びで、そのタンパク質の表面に、えー、リン酸が、えー、結合すると、えー、実は、あのー、まあ、物質が 活性化されるんですねで、えっと、ここがもともとのタンパク質です。でタンパク質はアミノ酸の並びがこう術上にこうあるんですけどその全てのアミノ酸ということじゃなくて一部のアミノ酸がこうこう赤丸はリン酸がくっついたイメージなんです。でそうするとこれ分子が活性化しまして 次の分子を、えー、また活性化する、まあそれもリン酸化なんですけど、えー、次の分子をリン酸化する、えー、まあ働きがあるということです。リン酸,リン酸のボールという、まあ、元気玉みたいなものを次々に、えー、自分が元気になったら次のやつを元気にするというような形で活性化していく流れがあります。で、このリン酸化のことをキナーゼ、あリン酸化する酵素のことをキナーゼって言ってるんですね。 でキナーゼというのはギリシャ語で、キネティックスとかキネ、運動とか活性化を示す言葉で、さまざ、あ、まな生物学用語に使われていますで。そのリン酸化されるところのポイントは、えー、とここの,そのアミノ酸の中に水酸基があるところがリン酸化するんですね。あのこれは DNA、RNA の結合の時に、水酸基のところに次のリン酸が結合するという話をしたと思うんですけど、 まあそれと同じ科学的原理で、ここにリン,あのリン酸が貼り付くんです。ここ,こ,この水酸器のところにリン酸が貼り付くということになります。で、あのまあ、この科学式までは知らなくていいと思うんですけど、あのタンパク質がリン酸化されると元気になって次の分子を活性化するという、こう、元気玉のような性質がリン酸化にはあるということを知っておいてください。それでは次に、えここの 真核生物におけるこのピンク玉と緑玉が貼り付いて、ここの RNA ポリメラーゼを引き寄せて、転、え、写、ー、のスタートをさせるという仕組みについて、原核生物、最近ではどういう仕組みかということを、ちょっとこの私たちの、えー、人などの真核生物と比較して見てみたいと思います。で、これは実は、あれ,あれこれですねあこの。この仕組みがありまして、 えー、オペロン説という,、えー、こう考え方があります。で、えっとこれ大腸菌などのラクトースオペロンという考え方なんですけど、これどういうことかというと、大腸菌はこれまあ最近、具体的には大腸菌なんかで実験したんですけど、大腸菌の栄養分も私たちと一緒で、グルコースなんですね。私たちがあの ご飯とかパンを食べて、でんぷんの中のグルコースをあの吸収して、そして細胞のエネルギー源にしているように、あのー、大腸菌もグルコースが栄養分なんです、基本的には。ところが、グルコースがないときに、ラクトースという、まあ、乳糖というものを、えー、使うわざるを得ないんです。まあ、使うと、グルコースの代わりになる。ただ、それちょっと、ラクトースを分解するという過程が必要なんで、 ググルルココーーススがあればグルコースをしたいとしかしグルコースがなくてラクトースだけあるときには、まあえー、しょうがないからラクトースでも使うかということでラクトースを使うようになるとだからあまり、えー、と普段あのー、常にや,やるべき作用ではないんですねそれではどういうことかというと、まあ、これグルコースなしが前提なんですがグルコースがなくてでなおかつ代替となるラクトース乳糖もないとまあ 遺伝子動かしてもしょうがないので、ラクトース合成遺伝子系は眠らせるようにするんですね。で、その普段眠っているようにする、まあ、グルコースがあるときも眠っているようにする、そどういう仕組みかというと、えー、この、えー、こ,のここらがラクトース分解酵素のえ遺伝子なんですが、そこの遺伝子の上流のところに、まあ、あるリプレッサーという物質を作る、リプレッサーというのは抑圧するという意味ですね。 え抑圧すするるという物質をこう作るんで,すでそれがオペレーターという、オペレーターというのは、まあえー、操作版、えー、とスイッチオンを、まあ、電気のスイッチを、えー、オンオフするようなあのスイッチみたいなところにこう張り付くと。そうすると、これがスイッチオフの働きをするんですね。そうすると、この遺伝子は眠らせますよという話になります。さて、じゃあ、グルコースがなくて、ラ楽湯さ十分にあるときはどうなるかというと、まあ、 グルコースないと、えー、じゃあ、ラクトースを使代わりに使いましょうということで、ラクトースを分解する遺伝子を、ここら辺の遺伝子がそうなんですけど、それ活性化したいんですね、でその時に非常に面白い動きがありまして、えー、そのさっきまで、えー、このスイッチオフをさせてたリプレッサーというものを、このラクトース由来の分子が、はがい締めをするんですね、はがい締めをしまして、そして、えー、これが、えー、このオペレーターに貼り付けなくなる。 で、オペレーターというのは実は、プロモーターというところに RNA ポリメラーゼが貼り付く、あるいは貼り付いて移動するのを邪魔してるんで、この鍵が、鍵が外れた状態なんですね。そうするとフリーパスになりまして、プロモーターのところに RNA ポリメラーゼが貼り付いて、遺伝子が転写されていくという仕組み。つまり、まあ、 こうラクトースを分解する、ラクトースが十分あって、ラクトースを分解する必要性があるときに、自動的にスイッチがオンになると、でそういう必要性がないときに、自動的にスイッチがオフになるような仕組みがあるんですね。こういうふうに比較的自動的に物質の,あの存在、あるいは非存在に対応して、自動的にスイッチオンにオフになったりする仕組みがある。じゃあ、真核生物の場合どうかというふうに振り返ってみると、 これがスイッチオン、まあ、場合によってはこれがオフにさせるスイッチ、あの物質もあるんですが、やはり他の細胞からの指令物質ですね、ホルモンとか、体全体の調整の中で、今はこの遺伝子を発現させたいという時には、えー、と他の細胞から指令が来るということでありまして、まあ、原核生物の方がより単純に物質にすぐに反応するという形ですね。さて、それでは、えー、まあこれをあの今振り返ったものを見てく 次にこのスプライシングという機能も説明したんですが、イントロン、エクソンのうち、イントロンに切り出してエクソンをつなぎ合わせるというスプライシングをもうちょっと説明していきたいと思います。さて、新刻生物の転写、スプライシング翻訳の流れを少し遺伝子的な並びで確認しておきますと、このインスレーターというのは、他の遺伝子領域との区分をする、まあ、あの役割をしているもので、 こちらに側にもある遺伝子がある。こちらにもある遺伝子があるんですけど、さっき言ったようにスイッチオンをオフさせる物質がここに貼り付くんですけど、それが例えばあの、まあ、その区分がないと、この転写活性化物質がこっちの遺伝子にも働いてしまう危険性があるので、一応ここで区分けをしているということですね。さて、これが DNA の領域です。で、その DNA の領域の中で、この赤がエクソンです。エクソン。 になるる可能性がある部分ですで、えー、ここの上流のところを転写調節領域とか言ってるんですがそこにこう2種類、えーとえー、DNA の遺伝暗号がありますでこっちの、まあ、エクソン第一エクソンに近い方にさっき言った緑玉の基本転写因子がくっつきますでここの配列の方にあのピンク玉の外から来る指令物質の、えー、調節タンパクが入り付きます という形ですね。さて、それで、えー、エキソン、イントロン、エキソン、イントロン、エキソンとあって、その、えー、途中には、こう、まあ、後で関係する暗号があります。まずは、これの、えっ、ー、と、このタタボックスというんですが、このタタボックスの25円期ぐらい下流のところから、一応、メッセンジャー RNA を、RNA ポリメラーズで読み取ります。で、最初読み取るときは、イントロンの部分も含めて読み取るんですね。読み取ります。 で、えー、ずっと読み取って、まあ、ある程度のところ、この暗号の少し下流のところで、えー、まあ、転写が終わる形になります。さて、その後、昨日言ったように、このイントロンの部分、GUAG 則という、まあ、G、えーまあ暗号が、一番最初が GU で、最後が AG のところをうまく切り出して、エクソン同士をつなぎ合わせます。はい。で、その次に、面白いことをするんですが、えー、この、 a u a a というのがポリエーテール負荷というシグナルなんですね。でこれは何かというと、ここのメッセンジャーレの合成した最後にポリエーというのをくっつけるんですね。ポリエーというのをくっつけます。でそれともう一つここあの、ここの第一エキソンの前のところにナナメチルグアノシンというキャップ構造、帽子をつける。まあ、ちょっと分かりやすい言葉で言えば、帽子と尻尾をつけるんですね。 テールでですす。から、尻尾です、えー、という帽子をかぶせ、こっちに尻尾をつけますで。この帽子と尻尾が実絶妙な働きをするというのはまた明日構造で示したいと思うんですが、えー、とりあえず帽子と尻尾をつけると。でそれがこっちに移動するんですね。で移動した後に、えー、このメッセンジャー RNA がイントロも切られた後ですけど、実際に、えー、プロテイン、えー、タンパクに翻訳されるんですが、その時に、 AUG から、あの、開始古動から翻訳され、UAA などの終始古動の一つ手前で、えー、あの翻訳が終了するということですね。で、この時にちょっと注目していただきたいんですけど、こっからここまで、まあ、ここの一つ手前まで翻訳するということは、逆に言うと、これより前のとか暗号はあるんですね。暗号はあるんだけど、ここは、えっと、淡白にはならないんです。あとこ、こ,これより後ろも淡白にはならないんですね。 ということで、タンパクになる部分は本当にこ前後を,き、まあ、を使わないので、こ真ん中の部分だけになるんです。ということで、結構、深、え、刻、っと、生物の場合、イントロンが切られたり、さらに 5'UTR、アントラスレイティッドレジョンと、あの非翻訳領域というんですが、5' 側に非翻訳領域、3' 側にも非翻訳領域があって、結構ど、どんどん情報、 その塩基の配列に対して実際に読み取れるタンパクになる部分は非常に少ないんですね。で、原核生物にはそういう難しいことはないんですね。まあ、とにかく DNA の中に遺伝子の部分があって、そこがそのままきれいにあのメッセンジャーになります。こういう 5'UTR とか 3'UTR はないんですね。そしてイントロもありませんので、それがそのままタンパクになるんですね。 え、きれいに DNA の長さとメッセンジャーの長さとタンパクの長さはきれいに連動しています。で、それぞれの、まあ、これ3つ遺伝子が、まあ、並んでるんですけど、それぞれ3つのそれぞれの最初のところに翻訳を示す AUG 暗号があるということです。だから、新核生物はどんどんこうやって、えっ、ー、と、タンパクになるのは、あの、塩基配列の中のさらに少なくなっている。これが昨日言った、その、特に人では、えー、 塩基数に比べて、あの、翻訳タンパクが少ないというのの理由の一つもこれ、理由の一つはこれなんですね。さて、それではスプライシングということを見ていきたいと思います。え昨日、あの、イントロンには GUAG 則があると言ったんですが、さらにも、実は真ん中にこアデニンがあるというのがありまして、これが非常に面白い構造を作ります。で、ここの GUAG のところを読み取って、そこに、 あのスプライソソームというものが貼り付く。この緑玉で表現しました。で、この、えー、スプライソソームというのは、実は一種類だけじゃなくて、それぞれの場所に対応するスプライソソームというのがあるんですけど、これ、えっと、RNP と, RN という物質ですね。あれ ?RNA じゃないのかということですけど、RNA にプロテインがくっついて、RNA プラスプロテインの、えー、タンパクの物質です。で、これがこう貼り付いて、ここを えっと、投げ縄構造ちょっとこれにグニュッと曲がらせてでここのアデニンをちょっと外向きにこう飛び出させるんですねでその外向きに飛び出させたアデニンがここに働きかけてここをぐるっとつないちゃうんです投げ縄構造っていうんですがラリアット構造っていうんですが投げ縄を作りましてそうするとエクソン同士のところのこれ最後は水産機になりましてこことここがエクソン同士が合体して、まあ、結果 結果的にこのイントロの分は投げ縄の形で捨てられると。まあ、核内で分解されます。という形でいきます。で、このスプライソソームというものは RNAP であり、RNA とプロテインの集合体なんですが、その特に RNA の部分が、こういうガイド、こういう塩基配列にちょうど相互的なガイドに貼り付いて、うまく貼り付いて、この作用をさせているということが分かってきたので、核内ではどうも。 RNA がこういう様々な分子のつなぎ合わせに役立っているってことが分かってきました。で、これは、あのー、まあ、えっと、また明日以降の話に繋がっていく話です。それではえ、最後、えっと、科学者たちはどのようにして、えト、ー、ゲノムを分析するかということの話をしてみたいと思います。さて、えっと、これ最初に言ったように、 遺伝子領域と非遺伝子領域を、まあ、大体こういうぐらいの比率で繰り返されているのをこう最初に、えー、っと DNA 神経酸というやつで塩基配列を読むときには単に ATGC の暗号がずっと並んでいるだけですね。ね並んでいるだけなんだけどここが遺伝子でここは、えー、非遺伝子だということをきちんと生物学者は分析できるんです。でそれ具体的にタンパクができているという。あのー そのできたタンパクが見つかっていれば、まあ、そこからアミノ酸配列から逆算して照合、まあまあ、することもできるんですが実は、えー、と遺伝子領域が決まっているけどどういうタンパクができているかは見つけ止められていないものもありましてこっちがなくてもこっちが暗号で実は推定できるんですねでその推定できるということを少し、まあ、実際にも分かっているあのタンパクから あの説明したいいと思いますさて私たちの体の中でタンパクがさまざまな働きをしてますでタンパクはあの例えばヘモグロビンはこういう、まあ、鎖状のものをしていましてベータサというのとアルファサというのがあって150ぐらいのアミノ酸の並びなんですけど、えーとまあ、これがアミノ酸がつながってこう実,情に、まあ、実情というか折りた,たまれて 形になってそこの中に酸素と結合するヘムというのがくっついている、まあ、これが4つくっついているのがヘモグロビンで筋肉の中で酸素を貯蔵しているミオグロビンというのはこれが単量体ということで、まあ、これを見るとあやっぱり形があるもんだなとヘモグロビンというのは分子の形があるもんだなで形があるからこそえ酸素と結合する場所もあるんだなとこれが私たちの赤血球で日々酸素を運んでくれるのに役立っているんだということで形が実際にあると まあ、イメージが湧きますよね。まあ、見えない世界ですが、あの、まあ、この形を作ってる並びがあるんだろうと。で、これが情報から出てくるんですけど、その情報はこうなの。ATGC の単純な並びなんですね。ベータグロビンの遺伝子ですけど。ただ、実は科学者たちがこれを分析すると、こう見るんですね。で、まずこの CCAAT っていうのが、えー、これが、あのー、細胞の外から来た転写。 調節タンパクが張り付く場所の暗号なんですねこれさっきタタボックスと言いましたけど、これが基本転写因子が貼り付く暗号です。で、その下流をよーく見ていくとこう、あのまあ、ここら辺からえあの実際転写される、この、えっと、水色並びに緑で書いたところは一応一回転写される部分です。で、水色が、えっと、あのここの真ん中のところがイントロンで、えー、この 濃い緑色で書いたところがタンパク質になる場所です。で、タンパク質になる場所以前に水色があるのは、これさっき言ったように、非翻訳領域です。だからここら辺から一応転写はされて、メッセンジャーネットとしてはできるんですが、よーく注意深く順番に見ていくと、まあ、これ実際にはもう今、コンピューターでやっちゃいますけど、あのー、まあこうやって順番に見ていくと、開始暗号の ATG がここに初めて出てくるんですね。 でその ATG から3つずつ数えて、こうえー、とこれそれぞれ,こうこれあの、1文字暗号、えー、アミノ酸の1文字暗号を、ここに、ま、略語で示したんですけど、こういうふうに3つずつ、このアミノ酸が配列するということが、えー、読み出せるんです。さて、その次、ここから第1イントロになります。GUAG 速ですね、GT。 あで、イントロの部分はどうせアミノ酸にならないので、小文字で書きます。エクソンの部分はアミノ酸になる可能性がある部分は大文字で書きます。で、ここが GT ですね。で、そしてここに AG があります。で、この AG でイントロが終わるので、また次のエクソンになります。ということで、こういうふうになってきます。で、またイントロの GT。AG。ここ、こ,こ13列、本当あるんですけど、省略してます。で、最後のところが AG ですね。 で、ここが第3エクソンになります。で、エクソンになりまして、で、最後、ターが、ウアーですね。あの、収支鼓動に相当するウアーがあります。で、その後、しばらくすると、えー、さっき言ったポリ A えー、不可シグナルっていうのがありまして、えー、っと、これが、ここで翻訳は終わりますので、ここは、一応、第3エクソンの一部なんですけど、もう翻訳されない部分なので、3ダッシュ非翻訳領域と言ってます。 で、その3ダッシュ翻訳容器の最型に、この AAT、a a という、この少し下にポリエーをくっつけない際というシグナルが出てきまして、このシグナルの下流行ったところで、ここで転写が終わります。で、ここで、えー、っと、転写が終わってメッセンジャーができた後に、ここの部分に後でポリエーテールがくっついていくという形になります。ということで、えー、っと、 遺伝子を分析するときには、この,その最初の、えー、配列や ATG の存在や AUG、GUAG 速ですね、などを見つけていくと、このどこがエイントロンで、どこがエキソンで、どこが転写、あの、えー、調節部位で、えー、ここら辺にポリエーシグナル上があって、ここら辺で翻訳が、あ転写が終わって、ここにポリエーが後でくっつくんだろうということが、まあ、 あの、音楽家が、えー、オタおジャクシ楽譜を、えー、見ると音楽が思い浮かぶように、生物学者で、分子生物学をやると、えっと、ここの暗号を見るだけで、えー、タンパクの並びとかわかる。だから CO、COVID-19、えー、新型コロナウイルスについても、延期配列はわかってきておりますので、その延期配列を見ると、どういうタンパクがどこでできるかというのが、いろいろわかってきます。 で実はウイルスの話はまたあの後々にしますけど、えー、実はウイルスは非常に巧妙でありまして、まあ、COVID-19 の場合は DNA あんまり関係しないんですけど、えー、特に HIV なんか DNA まで関係する核内に侵入するウイルスだと、えー、実は今日やったスプライシングの仕組みまで、えー、うまく使っているんですね、真核生物の。ということで、まあ、ヒトゲノムにまつわる あの上流下流の正確な仕組みを知っておくと、まあ、ウイルスの理解にもつながるというかウイルスはそこまで利用してうまくや,あのやってるただウイルスが手ごわいってことだけ言うとあの不十分ですので逆にそれを、えー、と医学生物学研究はそこのところをさらに分析してそれに対抗する薬剤を開発しようとしてるということですね。ということで、えー、と本日はご清聴ありがとうございました。